I really alive. はい。これが僕がよく使ってるトートバッグで、この中になんかいろいろ入れてます。いろいろ何ですか？いろいろ何ですか？なんかカメラで使うものとか撮影で使うものとかをボンボン入れたりします。今日は園部に来てます。父ちゃん、この園部、園部公園、園部公園。あ、すごい、なんか象が、象が、象が、誰もいない。誰もいない。今日曇りだからね。曇りだ。象がいる。象ここなんか車なんかいる。あれほんまだよな。あれ向こうに駐車場あるんじゃない？知らん。あれあれみんな知らんの。こっちに駐車場あるわ。ほんまか。なんだこっち。まあちょっとまあいいか。ちょっとあれだったらあのえこっちに車移動させる。あれ、こっち駐車場じゃん。なんだ、全然止められるやん。ああ。車移動させようか。いっぱい止まってる。なあ。なんだ。はい。ちょっと。あれ？なんだ、あんな迷う必要なかったじゃん。あ、こっちだ。やっぱ車こっちに止めた方が良かった。明らかに。まさかまさか。あ、トイレもある。ある？ある、ここに。あなた入る？まだいい。違う違う。あ、すごい、なんかいろいろ撮れ、これはいいよ、これほら、もう紅葉が始まってる。あの、ほら、もみじがちょっと今から撮ろうか、ここ。え、早いな。早いな。うん、すごいすごい。じゃあちょっと今から写真を撮りたいと思います。よし。はい、今ストロボなしで撮ったんですけれども、ちょっと顔が暗いんで今からストロボをつけたいと思います。なんか言いなさい。あれ、あれ、なくなってんだ。何がなくなっちゃった。何かん？ネジがなくなった。え、落としたか？今ここで多分なくした気がする。いました。あー、これよいしょ。はい、うん、で、これをOK。 ああ OK。 今、ここにストロボがあって、ダーちゃんがここにいる。で、カメラを見るとストロボがちょうど映ってないところなんで、もうちょい近くてもいい。ちょっとストロボ近づけて、な
るべく、被写体に近い方がいいんで、じゃ撮っていきます。よし、じゃあ行くよ。じゃあ違うとこ行こうね。よし、ストロボも入れてるんでカメラバッグの中がこんな感じになって、でターちゃんがカメラをあと三脚を持ってきて持ってくれてます。何キロか、うん、5キロぐらい、あ、5キロぐらいあるかな、いや4キロぐらいじゃん。あ、ベンチいいな、ベンチいいな、ベンチいいな、これベンチ取りましょう。よし、そろそろ行く、そろそろ行くか、どこか、え、あ、ここ、あ、そうか、うん、もう多分ここ中入れない気がする、うん、よし、ベンチ動かしたからね。オッケーや、うん、ここいいや、よし、オッケーや、オッケー、はい、なんて言うの、カー、カーカーの、おい、魚いないか、知らん、見てないから、あ、なんか声が聞こえる、人いる、人いるな、うん、すごいね、これえ、ここ福祉センターって書いてる、老人福祉センター、すごい、これはすごいね、たーちゃんかわいいし、あー、でちょか、どんろい え、これ何これ、
なんだこれ。なあ。このプールが面白い。汚いけどな。プール。使わなかった。いや、あの夏は使ったんじゃない？8月は使って9月使ってないんじゃないかな。ちょっとトイレだけ行かせてよ。たーちゃん来ない？こっち。待ってる？そこで。中の方が涼しいよ。涼しいの？うん。多分。こっちが涼しい。こっちが。あ、開いた。開いた。ちょっとトイレ行ってくるね。あ、トイレやっぱ出なきゃないの。こっちの。ホールがすごい、なんか無駄に広いな。これなんか誰も人がいないんでこんな遊びもできちゃうと。よしよしよし、はいはい。無理えっと足がこう いい感じ。たーちゃんがこっち見てなかったね。でもよしよし。あはいはい。レンズ変えたからな。レンズをこういうところ。あ、綺麗だ。ここ綺麗だな。
消して言ってるからはよ、はいはい、よいしょね、量が、このサラダめちゃくちゃ量多い、ね、私まだ食べてない、まだ食べてない、すごい量、これ台湾のラーメンね、うん、まだ私どうですか、おいしい、おいしい、味、味は台湾ラーメンって感じ、うん、行ったことないけど、あ、行ったことあるけど食べたことないけど、うん、なんか中華風な感じ、上海で食べたようなラーメンみたいな、あー上海、そうそう、美味しいよ、美味しい、美味しいよ、はよ、うん、全部食べてください、めっちゃ美味しい、めっちゃ美味しいめっちゃ多いねこれツイッターです、これ、これ何、これ、ね、名前わかんない、予想通りめちゃくちゃ量が多い。こもり、こもりで半分に。これ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 。読めないわこれ。読めない。なんて日本語じゃないこれ。え、そうな？読めない。まあこの料理ね。780円でこの量だからね。鶏肉でしょ多分。鶏肉か。めっちゃ量多い。鶏肉じゃない。いただきます、はい、暑いか、うん、美味しいじゃん、美味しい、うん、食べて、いいね、いいね、じゃあ僕も食べ、じゃあこれで今日は終わりです、うん、美味しかった全部食べきる、もうね、もうめっちゃ多かったね、お腹いっぱい、ジャッキーさん一人で全部食べて、うん、大体、いやいやまあ、たんちゃんもちょっと、ちょっとジャッキーさんですねお腹いっぱいOK, OK はい、今日も最後まで見てくれてありがとうございます。今回は京都府南丹市にある園部公園に行ったんですけれども、撮影するにはすごく面白いところなんで、ぜひ皆さんも行ってみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。